離乳してきた後に連れてきた小屋です。新しい小屋が敷き詰められてて元気に走り歩けます。ここにおよそ1ヶ月半くらい、ずっといます。でこの壁の白いのは石灰で全部消毒がしてあります。水に溶いて、コンプレッサーで吹きつけております。ですがおよそ1ヶ月半、暮らしますとこんな感じ。大きくなって床は、おががもう糞と一緒になって固まってます。これももうじき新しい部屋に移動されます。